ばんは。みりんだ。9時半をお知らせします。砂ネズミさん、ありがとうございます。はい、広島はね、今日もずっと雨だったんですけど、はい、ご心配ありがとうございます。私がこうしてもうメイクも落としてのんびり配信できるということは、私のところはね大丈夫なので、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、あんこ様の写真が欲しいので追加しました、ありがとうございます。夜、明日はですね、夜の配信ができないので、夜あんこの写真を、申し込むのは今日が最後となっております。はい、そうなんです。でも私のところは大丈夫なんですけど、まだね気が抜ける状態じゃないので、しっかりね気を引き締めていきたいと思います。フォーユーさん、ありがとうございます。そう、夜しか配信が見れない方は今日が最後です。今日の夜ご飯は何だっけ、これの名前なんだっけ、コンビーフです。コンビーフと卵のが出会っちゃった丼です。いただきます。美味しそう。うん、美味しい。塩コショウです。いいえ、味付けはコンビーフのみです。ですね。ほ、長島さん、ありがとうございます。米っ子さん、お、米っ子さん3冊ありがとうございます。米っ子さん、米っ子さん、米っ子さん、ありがとうございます。あんこちゃんが3つ来ます、ありがとうございます。いとっぴさん、ありがとうございます。すごい、コンビーフいいですね。な、あんこちゃんの欲しかったので買いました、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今日まだ全然メールをくれてなくて、やっとメイクを落として
落ち着いてるので、メール送っちゃおう。そう、ランダムメールが来ました、私にも来ました。そう、ユミリンのランダムメールは嬉しいね。はにゃーん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 。タンタンタヌキさん、ありがとうございます。ロミオさん、ありがとうございます。はい、あんこちゃんラストなので、ぜひぜひ明日の朝で。マイリンさん、ありがとうございます。あんこも喜んでます。あ、あんこも無事です。皆さんありがとうございます。ひどいから気をつけて。そうですね、こう感染対策もそうだしね。明日果たして無事に行けるのだろうかっていうところもありますが、私たちもそうだし皆さんもそうです。明日ツアーに来られる方は気をつけて来てください。もう来れなかったら来ないでください。はい、一瞬会うか一生会うかです。はい、この熱さの時間は戻りませんが、ここで行かないっていう選択をしてもして一生会えた方が私も嬉しいです、はい、安全第一でね、行きましょう。前乗りしてます。うん、こん、まあ前乗りなのか今日も本番だったのか分かりませんが無事お願いします、皆さんも。
ね。パープルさん、ありがとうございます。コージラッキーセブンさん、3冊ありがとうございます。コージさん、コージさん、コージさん、ありがとうございます。アキラくんさん、ありがとうございます。浅野信重さん、ありがとうございます。ありがとうございます。文字さん、ありがとうございます。あんこも喜んでます。あ、文字さん、3冊ありがとうございます。文字さん、文字さん、文字さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ナリバーさん、お、2冊ありがとうございます。ナリバーさん、ナリバーさん、ありがとうございます。タネさん、タネさん、3冊ありがとうございます。タネさん、タネさん、タネさん、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ゴーセブンさん、セブンさんも3冊ありがとうございます。へえ、当たるといいですね。いっぱいいっぱい申し込んだ方にサイン当たるといいな。ゴーセブンさん、ゴーセブンさん、ゴーセブンさん、ありがとうございます。あ、294日、ありがとうございます。あ、明日行けないから、そっか、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。高松飲食店時短なので夜公演来る方はご注意を、だそうです、うん、いろんなことに気をつけて無事ツアーが始まって終わりますように、始まって終わりますように。間違ってサイン書きすぎて、あー、いいですね。でもですね、私初週が結構皆さんが申し込んでくださったおかげで、初週の計算で初週1週間にこのぐらいっていうことでサインを30枚にしてるので、1週間にですね、結構当たります結構当たるんですよ、これ実は。先週の方も結構当たると思うし今週の方も普通に考えたらランダムって言いつつ結構当たります。はい、そうなんです。でもこれは皆さんが初週にたくさん申し込んでくださったおかげと言いますかそうなんですよ。もうちょっとメンテナンスして確率を戻さないといけないぐらいなんですけど、はい、ですが、そうなんです。滝の写真集はそんなことはしませぬ。はい、引き続き毎週、本当はだってね、申し込んでくださった数によって変えたりとかしないといけないぐらいなんですけど、はい、うん、逆に初週は当たんないかもしれないけど、はい、あ、一目惚れで写真集注文してくださったんですか、ありがとうございます。
ん、西さん3冊ありがとうございます。西さんありがとうございます。ありがとうございます。ライハさんありがとうございます。そう、5枚だけはきつかった。あ、まあでもどっちにしろ5枚だとなんかそう、どちらにしろ5枚だと私も物足りなかったです、うん、私別にサイン書くの好きなので全然書きますよ。あ、そうだ、やばいやばいやばい。20分でした。明日楽しみね、楽しみましょう。スギヤンさん7冊ありがとうございます。ラッキーセブンだ。スギヤンさん。あ、一回でよかよって書いてた。ごめんなさい、言っちゃった。ごめんなさい。なんか言っちゃった。ちょっと言っちゃいました。ありがとうございます。バードさんありがとうございます。よかよか。ショールームで買うと何か違うのかしら。あ、ショールームで予約すると生写真がついてきます。限定の。今週はこちらです。しかもこの生写真がついてくるのは明日までなんですよ。限定。ここで見たのも何かの縁なので、ぜひ明日を逃すともうどこでも買え、どこにもついてきません、この生写真は。あ、ツアー始めたらか、楽しみ。気をつけてきてくださいね。楽しんでください。ありがとうございます。ちょっとメール。私うどんぶりしかお皿持ってないのかってぐらい、うどんぶりのランダムメール、変なのじゃなくてよかった。本当にそう、ランダムメール変なのじゃなくてよかった。なんかよかった、寒いわんとかじゃなくてよかった。はい、そして明日は夜配信ができないので、来週からのあのやつは明日の朝します。来週のやつは、
なかちゃんさん2冊ありがとうございます。なかちゃんさん、なかちゃんさんありがとうございます。そしてりんさんありがとうございます。なおさんありがとうございます。ありがとうございます。あんこちゃんもきっと喜んでます。メール打ち打ち中です。 あんこちゃんのムービーね、そう、かわいいです。そんなあんこちゃんのやつがついてくるの今日までです。ぜひぜひぜひ。明日までです。あにゃにゃ。のんたんさん2冊ありがとうございます。のんたんさん、のんたんさんありがとうございます。あ、ひろぴさんありがとうございます。あ、オレンジのガードレールが山口ってね、そうなんですよ。山口はガードレールがオレンジなんです。友達もみんな無事だそうです。そう、みんな無事。
強かった。そう、いとことかは試合は中止になっちゃってるんだけど無事だよって言ってました。無事で何よりですね。本当に皆さんもご無事で何よりです。ターナさん、ありがとうございます。リュウさん、ありがとうございます。一文字さん、自殺ありがとうございます。一文字さんありがとうございます。まだ安心しちゃダメだよ。はい、そのつもりです。皆さんもですよ。今日は朝起きて、漂着者を見ました。面白い。めっちゃ面白いし、なんかすごい面白い。太田奈緒さんとか出てるし、結構出てらっしゃる。3人組の1人で、白石麻衣さんも斎藤工さんの次ぐらいに出てるかな。ずっと主要人物。めちゃめちゃおもろいです。このポーズがわかるのは見てる人ですね。ひなさん、ドラマはですね、マジオリ学園に一度だけ出させてもらいました。マンジ新潟が舞台だよね。あ、そうそうそうなんですよ。めっちゃ面白い。
はい、佐藤 C2 号さん、ありがとうございます。トムさん、ありがとうございます。おいでませ元気さん、ありがとうございます。なんかたんまに表示されない方いらっしゃるみたいなので、呼ばれてないよって、そのなんかあれ、次呼ばれると思ったのに呼ばれないよって方は、気軽に先ほど購入しましたって言ってもらえると嬉しいです。高松で何食べると、きっとね、何も食べないと思います。結構明日ね、昼夜公演あって、時間的にもバタバタなので、まあ何か食べれたらいいなとは思うんですけど、移動ね、そう、移動私もだし、皆さんもだし、何事もなかったらいいな。ピッ、あった、ちょっと待っとれよ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ちょっと待って。へー、明日のテレビ欄でした。私が見て、もう本当にテレビ欄好きですね。テレビ欄好きだわ。本当にテレビ欄好きだわ。
テレビ欄そんなに関心できる。え、できるできる。なんか好きな番組に誰がゲストなのかとか、あーそか、この今これやってるからこの人がゲストなのかとか、確かにみたいな、あこの人出るんだみたいな、この俳優さん、あこの女優さんなんだとか、ほー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 ってなる。楽しいです。とっても。飯塚くんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、テレビっ子なので。ハエとか旬の芸能人チェックしてるのすごい。ああ、チェックっていうほどではないかな。なんか結構トークバラエティとか見るの好きだから、しゃべくりとか。確かに旬の方が出ますよね。ああ、2冊もありがとうございます。タカさんありがとうございます。キョウパンダさん、ありがとうございます。ジャスティンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あんこちゃん、明日までなので、そうだ、探さないといけない。私あと5分でゲーバドが始まる。へえ、日曜劇場。
待ってね。あうーん、写真集のタイトルを予想しながら楽しみに待って予想してください。ぜひとも柳優さんありがとうございます。ゆうきさんありがとうございます。そう、明日の朝配信はですね、ちなみに少し早いです。少し早いです、6時からです。6時からです。全然でもね、見なくてもいいよ、見なくてもいいはい、あ、あかりが猫といる、猫出せ。かわいい猫。へえ、かわいいね。かわいいね。かわいいね、月さん。月さんかわいいね。視聴率取れずとこりゃ。それな。起きないか、あ、起きなくていい、全然起きなくていい、本当に。朝私が眠い眠い言って、ツアー気をつけてきてくださいねって言って終わりなんで、はい。かわいい、はい。あ、ギルバド、ギルバド、え、あかりギルバドしてないじゃん。ちょっとちょっと、うっぽさんありがとうございます。
あ、勝つわこれは。よかった、ギリギリいけた。よかった。光が強いの？でも出てこない、でも出てこない。光がこんなにやられてるのに。勝てそう。でも普通に勝てるわ。なんで出てこないんだろう、あの人。勝った。カリに別に言わなくてもいいよ。別に猫と楽しんでるんだから。私だって言ってないよ、別にあかりんに。おこだよ、おこ、おこだよ。別にみんな、そういいんだよ。メンバーはメンバーでそれぞれやりたいことをやってるんだから。それぞれの配信があるから、別にみんな伝承バトルしなくてもいいんだよ。何々ちゃんが何々してるよって伝えなくていいんだよ、みんな。いつも思うけど、コロミニャンスキーにキュール食べさせて。あ、猫の実況はいいよ、いいよ。猫が何してるかは送ってくれていいよ。その子が何をしてるかはその子のルームのことだから。そう、それが義務だと思ってました。でも、そう言われましてもってなっちゃうから。メンバーはこう、私みたいにさ、こう端末、このなんか Wi-Fi につながないと使えないやつと普通に使えるやつと端末が2つあったら、なんか、あ、そうなんだ、大丈夫かなとかで見に行けたりするけどさ、大体の子ってこう自分の携帯でやってたりするからさ、そうなんだしかできないから、それで何もできないからね。そう、漂着者でも言ってました。暴いてもいい、暴いてもいい真実と、眠らせておいた方がいい真実があるって秋元先生も書いてました。本当にね、その子に必要なことだったら多分自分でなんとかすると思うし、大丈夫だよ。ありがとうございます。きっとね、皆さんはこうメンバー同士のことを心配して言ってくれてると思うんですけど、大丈夫、ありがとう。大丈夫だよ。みんなはそれぞれの配信に集中してたらいいんだよ。2つ見てるってバレちゃうからね。そう、1個の配信に集中してないってもう自分で言ってるようなものですからね、皆さん。リホさん、ありがとうございます。塗り絵さん、ありがとうございます。コーラさん、ほう、10冊ありがとうございます。コーラさん、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 ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。そう、義務じゃなくて趣味。そうだね、本当に必要な時は私たち、あのギルバト専用の LINE グループがありますので、はい、こうメンバー同士連絡できる仕組みになっております。はい、大丈夫だよ。
ギルバドはね、毎日あるけど猫とは毎日会えないからね、とか言いつつ私もあんこと遊んでる時にギルバド終わってたら、うわギルバドって多分なってる一人で、あんこちゃんギルバドがうにゃ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 ギルバドが終わってたよって言って、あんこに知るかって言われてる、きっと。にゃにゃ元気かな、でもにゃにゃ元気って言ってたママが、あ、ごめんなさいえんやで、分かってくれたらえんやで、ごめんで、すんごめんで、うん、あ、ごめんで済んだら警察はいらんって、いい、これってさどういう意味なん、どっちの意味、ごめんで済んだら警察はいらんって許してるのかな、それとも許してないのかな、私許す意味で使ってたんだけど今まで、そういえば、そういえばどうなんだろう、許してる、あ、許してないのか、あ、じゃあはい、ごめんで済んだから警察はいりません、これは許してるでしょ、これは許してるよねすごい今からさ見た人さ、みんな許してる許してないって、なんか何の話してるのって何よ面白い、ゆうちゃんずさんありがとうございます、プラザ48さんありがとうございます、ユミリンバージョン、はい、ユミリンバージョンです、ごめんで済んだので警察はいりません、ユミリンバージョン、リムルコイン、リムルコインをでギルゼン全体で200枚集めることでランが獲得対象になります、うーん、だって私もギルドメニュー、ギルド倉庫、ギルドコイン好きとか、そうしよう、あ、あんこちゃんが可愛いので購入しました、ありがとう、キャワーよね、キャワー本当にありがとう、うちのウニョウニョ可愛いでしょ、ウニョ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 ウってしてるんですよこれ、可愛いよね本当に、カメラから好きじゃないんですよ、うちのあんこちゃん本当に本当に可愛い、
ぷにゃにゃぷにゃにゃぷにゃにゃ、山分けジェム、あ、先週の前回の山分けジェムはね、もう受け取りました。ありがとうございます。みだいさん、ありがとうございます。あ、購入したで、ありがとう、ありがとう、あんこちゃんが届きます、ありがとうございます。そう、山口で撮影したんですよ。うんうん、そうなんです。いいよね。うちのうにょうにょちゃんがうにょ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 です。あ、すごい、なんでもない。お皿来ましたか？あ、来てない。もう来てるメンバーいるのかな、もういるのかな、来ますかね、来ますかね、来ますかね。ちまささん、あ、2冊ありがとうございます。ちまささん、ちまささん、ありがとうございます、ありがとうございます。写真集って本屋でも販売する？はい、そうです。まあ本屋さんによっては、滝野は写真集なんか置くな、置くかっていう方は、というところがありましたら置かれないんですけど、いやー、まあ一冊ぐらい置いてもいいかなっていうところにはあります。そうだ、私 STU から何が届いたんだ、開けてなかった。ちょっとお家がバレちゃうのでここで開けます。30分以内に送ってくれた方ですね、これは。ありがとう、ありがとう。あとあんこたん何期生になる？0.5 期生。 NMB さんがね、 7.5 期生さんでしたっけ、が今日だっけ入ったんですよ。じゃああんこちゃんもぜひ。いや、あんこは多分2期生よりかは先輩なので、うん、 1.5 期生だとなんかちょっとドラさんと一緒っぽい感じになっちゃうから 0.5 期生です。はい、 0.5 期生です、うちのあんこちゃんってことで。私より先輩です。奈々さんより後輩です。あんこさんって言わないといけない、みんな。あんこさん、あんこさん、そこの振り違いますけどって言っても、いやいや、そんな難しい振りできないって言われたら、あ、そうですよね、そうですよね先輩、そうですね、あんこさんが言うなら暗闇のこの振り変えましょうって。
サングラスデイズはそんな難しいふりできないですよね。確かに。やめましょう。ちょっとクリエイトボーイさんに、すいません、あんこさんがこんな難しいふりできないって言ってるので、ちょっと練り歩きです。全部練り歩きできない、あのステージを練り歩き、ステージを練り歩き、にゃんすけ。あ、じゃあ7枚目シングルはあんこさんがセンターか。あんこさんのにゃんすけさんダンス、なんか話題になるんじゃない？犬が猫を踊るみたいな感じでね。やっぱ普通にしないですからね、先生は、木本先生は。そんな犬の歌を犬には歌わせないです。そのにゃんすけさんがセンターと見せかけて、実はあんこさんセンターっていう意外性が大切ですからね、そういうのは。楽しみね。あんこちゃんが表紙です、この写真集は。あんこちゃんが表紙です。題名あんこ。 STU とはあんこのことだ。あんこを見ていると土の匂いを感じる。あんこ、あんこのカット144ページあります、はい、あんこの水着とかもあるかもしれない。それは楽しみだな。あんこちゃん美脚ですからね。あんこちゃん10歳です。あんこちゃん美脚なのでね、きっと足長が映えると思います。あと ST で唯一茶色い毛をしてます、はい、あんこは特例なので、あんこは特例で染めてます。あとカラコン入れてます。もう白目ないぐらいに、うん、あとアイラインを上と下に引いてますね。この写真だと見えない。あと、あ、ネイル、黒にネイルしてる。ネイルしてます。あ、確かに地毛だ。そう、確かにあんこ染めてるって言われるんですけど、地毛です。いつもね、頭髪検査引っかかるんですよ、あんこちゃん。ひろかずさん、ありがとうございます。3冊ありがとうございます。ひろかずさん、ひろかずさん、ひろかずさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、尻尾も自前です。なんかよくそんなのつけてるんじゃないって言われるんですけど、自前なんですよ。あとなんかネックレスするなって言われるんですけど、仕方ないんですよ別に。ねえ、いいじゃないですかね、ネックレスしてたって。うん、エクステ疑惑。そう、エクステもしてません。大人の人はすぐそうやって言うんだから。くしてもしてないし、髪も染めてません。生まれた時からこの色です。
かわいいよね。ちょっと行ってもいい。はい、特例なので。あんこちゃんは恋愛してないですね。確かにしてないです。お、1万人ありがとうございます。今日あんこ給料制分厚い。そんなものアイドルに聞くものじゃないです。一瞬あー、うにゃにゃかわいいな。うにゃにゃにゃ、なんかないかな。全然最近全然全然ツイートできてないから、そう、なんかツイートしたいな。
文章って難しいよね。これをいかにこう配信見た、ちょっとね、文章をなんて言ったらいいんだろう。なんかこういうのってね、なんか言葉を間違えられないですからね。にゃにゃにゃ、うにゃにゃのことを公式さん、
あ、勝手にツイートしちゃった。勝手にツイートしちゃった。勝手にツイートしたよ。見てね。ごめんね。あんこが一番可愛いわかる。どれな。大丈夫で何ね。そう、何も発信できなかったから。うにょうにゃうにゃうにゃ。勝手に見た。あ、ありがとう。勝手に見てください。勝手に見てください。あ、勝手に見た。ありがとう、勝手に見てくれて。肩の人さん、ありがとうございます。じゅんはんさん、ありがとうございます。ありがとう。初心者購入ありがとうございます。ありがとうございます。あんこちゃんのキーパイみたいだな。無事で何より。本当になんかなんかじゃない。そう、そう、そう、みんなも気をつけてね。本当に気をつけてね。なんかこんなにのんびり配信してるから、無事なのはこうね、こうショールーム見てくださってる皆さんはわかると思うけど、改めてなんか無事大丈夫ですっていう連絡が来るとちょっとほっとしますよね。私もなんかこのなんかのんびりショールームを見てくださってる皆さんはきっとね、なんか安全な場所にいてくれてるんだろうなって思うんですけど、改めて大丈夫だよって言われるとなんかほっとします。ありがとう。あ、大丈夫だから写真集予約してくれてるんだろうなって。そんな緊迫した状態でもうね、写真集なんて予約できないですからね。気をつけくださいませ。明日のツアーもね、なんか払い戻しとかあるといいんだけどなって思ってる。今日も結構なんか公共交通機関動いてないところが多くって、多分その影響でね、明日もね、てか明日瀬戸大橋渡れるのかな。明日は大丈夫なのかな。ヘイシリー、明日の香川の天気。あ、2つ反応しちゃった。あ、曇りのち晴れで降水確率 70% だ。へえ、あ、そうなのか。でも、あー、まあ日が昇るにつれ雨が止んでくる。お昼には雨降ってないですね。とはいえですよね。え、ヘイシリ、明日の瀬戸大橋は渡れる？
あ、場所は知ってるんですけど、瀬戸大橋がどこにあるか。そうですよね。JR 公式によると瀬戸大橋線は通常通りとの情報です。だそうです。ありがとうございます。だそうです。まあ、とはいえとはいえこう明日雨の地域から来る方とかいると思うので、うん、お気をつけくださいませ。2期生もね、多分今頃帰ってきてたりするのかな。ねえ、気をつけて帰ってきてねって感じだね。うん、気をつけましょう、気をつけましょう。メンバーのファンの方々もお気をつけて。そうだね、お気をつけて。明日配信で見るね。ありがとうございます。ゆらぴこです。はそうだった、そうだった。お見送り楽しみだね。お見送り楽しみなんですけど、私なんかそう、多分きっと私たちと皆さんとの間は距離が少しあると思うんだけど、なんかみんなも気をつけてね、気をつけてねっていう、そのお見送り私たち側は何かしらあると思うんですけど、皆さん側はもう自分たちで距離取るとか気をつけるしかないから、うん、お見送りあるのは嬉しいんですけど、そう、一人一人に気をつけていただけたら。アクリル板があるみたい。ああ、でもそれはきっと私たちとファンの人の間にアクリル板はあるけど、ファンの人同士にはアクリル板はないからね。ソーシャルディスタンスをキープで。よくお見送りで止まっちゃう方いるんですけど、ちょっと明日はもう自分が動く歩道になったつもりで、いきなり止まる気と、きっと後ろの方はいきなり止まれないのでね、はい、推しメンにアピールしたいのは分かりますが、このうちわとかね、書いてるスケッチボード、スケッチブックとか見せたいのも分かりますが、皆さんに何かあったら私たちはなかなか思うようにこれから動けなくなっちゃうと思うので、うん、無言のお見送り、あ、そうだよね、無言なのはもちろんですが、なんかそこもね、なんか皆さんの協力なしではできないので、うん、ちょっと一緒に STU の活動をね、これからもできるようにサポートしていただけたら嬉しいです。なんか自分たちに何かあってもこう動けなくなっちゃうのはもちろんだけど、そこでファンの人が何人もってなっちゃうと、それもいろいろ中止になっちゃうので、うん、また会うためには
お互いがもうこれでもかっていうぐらいに気をつけて何事もなく終われるといいですね。ねえ、こんなご時世ででもいろいろ感染対策をしてツアーができるのはありがたいですからね。全員そのメンバー、ツアーメンバーは全員出れるし、ね、このメンバーの努力もね、だし皆さんの努力もあってなので、あとはそこだけじゃなくてね、雨も気をつけないといけないから、気をつけないといけないこといっぱいあるんだけどね、そう気をつけていきましょう。はあ、コーラさんありがとうございます。あれさっき10冊買ってくれ予約してくれたよね。すごい、ありがとうございます。コーラさんありがとうございます。瀬戸宗にメールしたら読まれたりしますか。あー多分、うん、ごめんなさい、私瀬戸宗出てないんですよ。はい、メールしてみてください。読まれたらいいですね。ちょっと私実は瀬戸宗にのレギュラーではないのですが、こんな私が言うのもなんですが、いいこと書いたらいいよ、運が良かったらと。あとはヒゲダンの方、広島の方がね、ちりめんに送ります。そうだね、ちりめんも私がいるときに出してもらえたら読まれるかもしれないですね。知らなかった。そうなんだね。三位問題、
お、すごい、もう6000回も6400回も再生されてるあんこちゃんの動画。私も見て再生回数上げよう。毎日見よっかな。私が毎日見たらこれってさ、どうなんだろう。毎日見たらさ、毎日見たらさ、一人が何回見てもさ、あれなのかな。これ長いとさ、最後まで見ないとさ、再生回数になんないのかな。かわいい。うわー、怒ってる。怒ってるね、怒ってるね。かわいい、かわいい。怒ってる、怒ってる。かわいい、怒ってる。かわいいね。怒ってるね、怒ってるね、怒ってるね、怒ってるね。かわいいね、怒ってるね。なあちゃんもいいね押してる。本当に、なあ様が、なあ様、すごい。岡田奈々さんにいいねされるってやばない？どういう世界線？連続で再生しても1回しかカウントされない。で、1時間に1回ぐらい見た方がいい。1時間空けたらいいかな。ね。ってことですか？こと？1時間に1回見たらいい。あ、ほんとだ、なあ様がいいねしてくださってる。なあ様、なあ様、なあ様、あの最新シングルのセンター岡田なあ様にいいねされるなんて、もうあんこちゃんはもう本当に嬉しいですね。これ美味しいんだよね。なんかいい匂いがする。これゆずの匂いか。美味しい。
明日も使おう。おしがいちゃんからもらったやつ。パン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 。キャパックしてねよ。アルフェスで寝よ。アルフェスで寝ます。そうします。へえ。へあー、コナンの出た時買った買った買った、うんうん、買った買った。ごめんね、明日から、明日6時から配信しちゃって。でも最終日だからどうしても配信したくて、少し長い時間、多分ね、6時から8時ぐらいまでできたらいいなって思ってます。あ、ちなみにイベントじゃないので星投げとかはいらないです。星捨てもいらないです。はい、いらないですよ皆さん。まあるとしたら、これを申し込みたいって思ってる方は、あのぜひ見てください。そう、そうなんよ。そうなの、明日そっこまで朝早いわけじゃないので、うん、あ、睡眠とってありがとうございます。しっかり寝ます。
気をつけてね、本当に。私は皆さんが無事だったらいいよ。うん、本当に本当にそうだよ。そうだ、今日はお水にレモンを入れたいと思います。よいしょ。見逃し配信で、あれですか、映像倉庫ですか。でも多分ね見なくていいよ見なくていいよ、本当に。私多分10分に1回喋るか喋らないかだと思うから。あ、炭酸じゃないです、残念です。あんこちゃん寝てるって、もう動画見た？ベッドで寝てるってあんこちゃん。見た。あ、シュワシュワしないよ、これ水、これ水です。 This is 水。
カバブさん、ありがとうございます。トーマさん、ありがとうございます。今日明日です。カニ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 、あ、来週24時間テレビ頑張ります。ありがとうございます。あ、そうそう、明日あやぎょさんのラジオがあります。またリツイートしときます、朝に。24時間テレビの T シャツ買った。あ、私はね、そう、出る側なのでいただきました。私が着てたのはカーキです。カーキ色を着てました。カーキ色って今までなかったんですよね。こんな色ですこんな色です、はい、これはアッシュブラウンなんですけど、こんな色、めっちゃ簡単に言うと。去年はミントカラーだったんですけど、今年は水色系がなくって、うん、あ、明日の昼ラジコで聞きます。ありがとうございます。嬉しゅうございます。あ、サングラスステージのマスク購入しました。はあ、ありがとうございます。ありがとう。
30分で今日が終わっちゃいます。言い残したことはないですか？あんこちゃん、明日までです。明日の朝までです。今日の目標は、今日の目標は、1時までに寝ることです。30分お風呂に入って、30分、明日ライブなのでバックしたりとか、なんかスキンケアしたりとかして、髪乾かしたりとかして、1時までに寝ます。頑張って。みんなも早く寝てください。そう、山犬STUのモロさんです。たまんないなあ。たまってる1個黒ね。黒強い、黒強いですか？歯より強い。あ、マジで。そんなに。頂点。20% になっちゃった。みんな無事？みんな無事ですか？無事ですか？あ、また AKB グループのスペシャルデーアバターガチャが開催されました。 STU の日は8月16日です。今日は SK さんの日だって。なんか毎月あるね、このやつ、このやつね。あと質問なんだけど、チンアナゴのチンアナゴのやつって100ゴールドじゃないですか。
じゃなくてオレンジのしましまの方ってあれはどこかでもらえるんですか？あ、ゴールド買ったらもらえるのか。へえ、ありがとう。あ、視聴したらゲット。おまけでついてく。あ、チャレンジでももらえます。あ、そうなの？あ、ほんとだ。もらえた。ありがとう。以上です。あ、そう、それはね、アニメつかないみたいですね。ですか？元気です。元気ですか？あ、私の最近の悩みなんですけど、ここ 2,3 日の悩み。あ、うるうるさん、ありがとうございます。なんかクーラーがきしむんですよ。聞こえます？あ、過ぎてますよ。普通に。なんかこれ寝るときにめっちゃ気になって、これずっとなの。で、寝るときに気になって、昨日はイヤホンして寝た。なんか一昨日とかも寝ようとしたらこの音が気になっちゃって、だからそう、直した方がいい。そうだよね。別にね、動いてないんですよ、これは。お、いや、動いてる。あ、これの音か。あー、ありがとう、皆さん。私、あんまり変わる設定にしてなかったんだけど、変わる設定になってるっぽい。
自動になってる。言わなくなった。ありがとう。もうさすが18,000人、6,000人の皆さん。ありがとう。私なんかこれクーラーのお掃除頼まないといけないのかなって思ってて。すごいすごい、先人の知恵だそこまでじゃないかもしれないけど、私にとってはそこまで。ありがとうございます。へー、これで寝れます。ありがとうございます。今日もイヤホンつけて寝ないといけないのかと思った。ありがとうございます。恋してカープさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あと今のクエストマルチキューブもらえるんですよね。10個ぐらいだけど。地味にね、嬉しいよね。あ、コーラさん、ありがとうございます。この配信3回目ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみ予約ありがとうございます。あ、ちなみにもう音は解決したので大丈夫ですよ。ありがとうございます。もう解決したので。あ、鼻リコーダー見てるの。あ、見てる見てる。アプガさんの見てる。
私はお風呂を入れてきますね。皆さん鼻リコーダー見とってください。全然配信じゃないけど、全然テレビの話してるんですけど、お風呂を配信が終わる頃に溜まって入ります。よいしょ、おかえり。これは雨の音ではなく、お風呂の音です。あー、リングフィットネスやってないな、全然。かわいいワンちゃん。かわいいワンキー。お風呂手動なの、うち。そうなんです、お風呂手動なんです。そう、テレビはね、無音です。字幕で見てる、大体配信してる時はね、音入っちゃダメだから。そうなんですよ、水がもったいないどういうことですか。あ、溜めてるので今、はい、大丈夫だよ。シャワーを流してるわけじゃないので、今溜めてるから大丈夫だよ。無駄にならないよ。今溜めてるお風呂に入るよ。この後、あと10分後に入るよ。
あ、ゆみりんとあんこちゃんの映像見てる。ありがとう。ありがとう。そう、1時に寝れますように。お湯出したまま寝落ちしたくない、あーはないけど、寝落ちまではないけど、あるかな。でもお湯がなくなるまで出してたことはあるお湯がなくなる、もう本当にやっちまったな、うわ、まあ本当にもったいないってなった。そう、うちそのお湯がなくなるんですよ、使いすぎると。だから1日に3回お風呂入った時には3回目の途中でお湯がなくなっちゃって、お水でシャワー浴びてた。あれ、予約してるよね、明日の配信。してないっけ、しとこう。しとるやん。しとるやないかーい。しとるやないかーい。13位ドキンちゃんさん、ありがとうございます。12位トリパイタさん、ありがとうございます。11位トリダーさん、ありがとうございます。10位スランプくんさん、お見送りは声出せないから打ち上げアピールするね、ありがとうございます。気を入れまして元気さん、今日も配信やる、ありがとう。ツアー香川ひるゆるよろしくね、お願いします、ありがとうございます。8位テリビーさん、ありがとうございます。7位ひろかずさん、海に合宿中、今日で大台、約束は思ったかな、ありがとうございます。6位はるみんさん、時の神吉、ありがとうございます。5位いそけんさん、ありがとうございます。4位シャイニングフィンガーさん、明日の香川ツアーで行くので楽しみです、ありがとうございます。3位けんさん、明日の高松公演よろしくです、微妙ですが、無理しないでください、ありがとうございます。2位ひろさん、ありがとうございます。1位プロフランダさん、ここの置き場にの人にホワイト渡しました、ありがとうございます。深呼吸、ありがとうございます、ありがとうございました。明日来てくださる方は本当に気をつけて、メンバーも気をつけて行くので安心してください。そして明日は朝6時から配信があるので、はい、お時間がある方と明日の朝予約しようと思っている方は忘れなきようです。明日忘れちゃったらもう次、また次がないので、はい、よろしくお願いします。新春楽しみにしてます、ありがとうございます。2週間あっという間でね、本当にね、ありがとうございますね。無事ツアーが何事もなく終わりますようにですね。あ、すごい、 Going で広島のことしてる。いや、そうだよね、そう、本当にそうなんですよ。引き続き気をつけます、皆様も気をつけてくださいね、本当に、
索、下見てるけど、あ、今はね、ちなみに時間を見てます。あと何分で、あと何分で0時になっちゃうかなって、時計見てるのと、あとドライブしてるのと、あとは買ってくれた人の名前を書いてるあとテレビ見てるあとたまにご飯食べてたりとか、うん、仕事してたりとか、写真集のやり取りしてたりとか、はい、なんかしてる、そう、いろいろしてる、ながらです。基本ショールームはながらなので、もう本当に自分 だけに夢中、もう目を離してほしいって、目を離さないでほしいって方は、いつかあるお話し会とか、いつかある写真集のイベントだったりとかに来てください。はい、よろしくお願いします。ということで、あと45秒ですね。はい、です基本もう、でもそう、話し会とかは絶対ながらではしないし当たり前のことだけどねはい、です。はい、それでは明日の6時から配信したいと思います。最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん、おやすみなさい、バイバーイ、おやすみなさい。